皆さん、こんにちは。カルチョ2020のお時間がやってきました。今週からですね、2週に続けて、ユーロ2020ですね。21年になりましたけど、2020が行われるということで、その特集を行っていこうと思います。そして、いつものですね、私と細井さんなんですけども、今日はですね、力強いゲストにもお越しいただきました。林良平です。良平さんです。よろしくお願いしまおす。願いします。ご無沙汰です。ご無沙汰です。お久しぶりです。もうあれですよね、もう自ら志願して、は俺にもイタリア代表喋らせてくれってことでね、急い。遽ご参加いただくことになったんですけども。すいません、新参者ですけど、いやいやいや、何をおっしゃってますか。本当に、我々としては、年末に出演いただいてからというものを、良平さんのマルチな活躍はもちろん見てるんですが、もうちょっとイタリア寄りに来てほしいなって思ったんで。嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。ということで、イタリア代表のお話もしていきたいんですけども、まずですね、今シーズンはダゾーンで林さんの方がセリアの解説もされたということで、簡単に2020、21のですね、総括だったり、ここが面白かったなとかですね、来シーズンの期待も込めてですね、お話を伺いたいんですけど。そうですね。もうそのセリエ A については、伊藤さんと細江さんがもうすごいサッカーキングの方で、カルチョ2020の方でいつも語ってのを拝見してますし、そんな僕がそこまで言うことはないんですけど、今年を総括すれば、ユベントスがその首位優勝ではなくて、インテルが優勝したっていうことにすごく意味があったと思いますし、非常に、白熱し、試合、白熱した試合が多かったですし、すごく楽しめた1年になりましたね。本当そうですよね。結構その番狂わせがあったりとか、最後までチャンピオンズリーグ争いがわからないとかっていうところもあったんで、そのユベントスのファンがちょっと10連覇がならなかったんですけども、セリエ全体をして通してみると、なかなか面白かったシーズンじゃないかなと。いや、本当にもっとセリエ A は評価されていいと思います。ですよ本当だね。よ。で、そしてね、来シーズンなんかはトップ10のうちもう8割ぐらいが監督交代が起こっていて、もうまた予想ができないようなシーズンになりそうだってことだよね。そうですよね。優勝したチームの監督が変わるなんてことはめったにないことなの で。サーリに、ああ、そうです。そう、サーリについて2年連続なんですけそっか、ど、2年連続か。そうそう、それが起こっちゃってますからね。そこら辺も珍しいですよね。珍しいよな。どうしますだって、良平さん、もし自分が優勝監督になって交代ですって言われたら。ふざけんなってなりますよね。選手たちもびっくりしますよね。本当ですよね。ということで、来シーズンのシーズンも楽しみなんですけども、その前に行われるこのビッグイベントですよ。もう開催も危ぶまれて、本当は去年開催の予定だったんですけども、1年間遅らせて今年の夏行われるユーロ2020ということで、我らがイタリア代表もですね、誰かも言ってましたけども、セリアオールスターのようなメンバーになっていて、非常にセリアファンからすると、全体的にもうチームとして押せるんじゃないかみたいなようなメンバーですよね。で、2週連続でお届けしていくんですけども、まず今週はですね、ユーロの過去大会、イタリア代表の戦いぶりを振り返っていこうじゃないかというような特集になっております。両平さんはユーロはどれぐらいからご覧になってますか？少し考えてみたんですけど、2000年ぐらいからやっぱ見てましたね。おお、じゃあ全然見てますね。もう全然ですね。細井さんはどれぐらいから見てらっしゃいますか？ちゃんと見て始めたのは92。すごデンマークが優勝した時ですけど、あの試合は多分、あの大会は、92年ってことは、だから初、中、中1か。だからほとんどちゃんと見たと思いますね、見れるやつは。92年ってまだ8カ国の出場じゃないですか。そうでしたっけ？あれ、92年はもうちょっと出てるのか。多分もうちょっと出てますね。ラウドループとか行った時ですか？いや、92、8カ国じゃないですか。マジっすか？そんな感じだったっけ？覚えてね、それは。あの時ってどこで放送したんですか？ワーワーですか？
ワウワウだと思いますよ。あ、そんな古くからワウワウ放送してるのかな。いや、どうだったっけな。いや、ワウワウだと思ったけどな。いや、NHK かな。96年から僕は見始めて、はい、当時はワウワウだったんですね。あ、伊藤さん92見てないですか。見てないんですよ。あ、本当だ、そうだ、8カ国だったのかしら。そんな記憶ない。なんかユーロ92に関しては、だからあれ、なんだっけ、ブローリン。うん、トーマス・ブローリン、スウェーデンのブローリンとか、うん、だからデンマークがそのラウドループ弟、兄弟か、あの時だか、うん。で、快進撃とか、あと、だからメンバー的に、まあ、ドイツが、あ、違う、ドイツ決勝か。まあ、なんか、あんまちゃんと覚えてないですけど、見ましたね、だいぶ。このなるほどね。うん、92年は、まあ、残念ながらイタリア代表は出場していなかったんですよね。うん、で、まあ、96年から、まあ、拡大されまして16カ国の出場になったと、はい、いうことで、まあ、よりなんていうでしょう、ワールドカップとかに近いようなイメージになっていったのかなって気がします。そうですね、で僕なんかは94年ワールドカップから、まあ、よりサッカーを見るようになって、うん、まあ、バッチョでイタリア代表を応援するようになって、はい、ワールドカップに続くユーロっていう欧州選手権っていうビッグトーナメントがあると、で96年イタリア代表出るぜっつってワクワクして見てたって記憶がありましたね。いや、そうそう、やっぱあの時は本当94のあのイタリア代表後の、まあ、あれをもう一回見たいぜっていうような雰囲気やっぱすごいあったから、うん、96のイタリア代表に関してはやっぱ結構そういう絶対強いぜっていう目で見たのにもかかわらず超弱えみたいな超弱えか、まあ、超弱えってことじゃなかったですけど、はい、期待をかなり裏切りましたね。うん、まあ簡単に振り返っていきますと、グループステージがロシア、はい、チェコ、ドイツと同郷しました。で開幕節がロシアと対戦してカシラーギの2ゴールで勝利と、うんうん、続くチェコ戦、まあ、チェコっていうと、まあ、なかなか当時まだ伏兵として見られている中でキエーザ、パパが1ゴール決めるものの1対2で敗れる。でこの時点で1勝1敗ということで、最終節がドイツ、うん、で、当時、まあ、バッチョの代わりとして期待されていたゾラが PK をゴールキーパーキプケに防がれて、そう、それそれそれですよ。0-0で終わり、1勝1分け1敗で、グループリーグ3位で、うん、グループリーグ敗退と、うん、そうですね。でその決勝がドイツ対チェコだったんですよね。うん、そう、もう96年のユーロはやっぱりチェコの印象はかなり強かったですよね。うん、うん、すごいいい選手いっぱいいたし、イタリア代表のフォーメーションなんかも今画面に出てるかもしれないですけども、アルベルティーニとかディマッティオなんかいて、まあ、割と U21 で活躍した中心となったメンバーがチームを率いていたので、うん、割と期待値は高かったんですけどもっていう結果でしたね。そうですね、うん、メンバー的にはアルベルティーニが10番で、うん、ディマッティオがまあトップ下みたいな位置にいて、で 僕ら大好きなフゼールが右サイドにいてみたいなそういうまあメンバーでしたけど、さっ、まあ、PK 外したゾラがこの大会終わってチェルシー行くんですよね。ああ、うん、そう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 、そんでその代わりに、パルマに入ったのがキエーザで、そこが入れ替わって、うん、とかそういうこう、まあ、人事的な流れ、まあ、だからゾラは結構そのなんていうんだろう、イタリアのファンに対しては印象悪いままってこうちょっと評価をあなんだよってなった状態のまま国外へ行ってしまったんで、うん、少しそういう思い出はありますけどね。確かにね、うん、僕もなんかユーロ96っていうともうチェコとかドイツとかのやっぱ印象の方が強いですね、うん、ポボルスキーとか、ポボルスキーかっこよかったもん ねスミチェルとか、ね、はい、っていうの方が印象が強かった。だからイタリア代表はね、僕もあんまり記憶ないんですよね、この多分やっぱ、うん、そんなにこうやって見るとメンバーも悪もちろん悪くないし、一勝一敗一分けなんで別に成績としてはあれなんですけど、こう今思うと、まあ、イタリアらしく去っていったというような感じで、
あんま印象は強くはないですね。そうですよね。でそして2000年に行きましょうか。はい、やっと入れます。いやいやいや、ぜひぜひ。2000年っていうと林さん、僕は14。うん、あ、もうちょうどもうすごいサッカーに興味がもりもり出ている時ですよね。はい、そうですそうです。2000年大会も熱かったですよね。はい、いや熱かったです。ちょうどワウワウ、この仕事をいただいて、ワウワウさんで、ユーロの過去のプレイバックみたいなのを覗いたんですよ。はいはい、見ちゃいました。面白かった。やってた、僕見てないんですけど、はい、やってたのってオランダ戦を放送しての見てたんですけど、はいはいはい、オランダ戦ですね。オランダ戦と、あとYouTube の方で決勝のイタリア対フランスの長いバージョンもしっかり見ておきました。はい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 。はえ、良平さん、オランダ戦は生で見たの覚えてます？はい、いやでも、うん、なんかトルドが PK で止めてたのはすごい覚えてる。はいはいはい、 あとトッティのクッキーアイは覚えてます。そうですね。そこから行くんですけども、当時2000年はベルギーオランダ大会、うん、でイタリア代表の監督がディノ・ゾフさんだったんですよね。うん、そして開幕節がトルコ 2-1、まあ、コンテとインザーヒ、まあ、今では2人とも監督になってますけども、その2人がゴールを決めて、続くベルギー戦 2-0 トッティ・フィオレ、続くスウェーデン戦が 2-1 リビアジョ・デルピエロということで、まあ失礼ですけどグループリーグ3連勝っていうね。らしくない勝ち上がり方をしてね、全くらしくない1位通過を決めたと、うん、そして非常に好調で、決勝トーナメント1回戦ルーマニア戦はトッティ・ピッポ・インザーギのゴールで2-0、うん、まあ、この大会ですね、まあ、ブッフォンが怪我のため欠場したんですけども、まあ、同じぐらいの当時ねレベルになると言われていたトルドが正ゴールキーパーを務めて、続く、準決勝オランダ戦ですよ。その時ってトルドってフィオレンティーナでした？2000年なんで移籍しちゃった時かな。もうしてました。あ、見てるかな。いやまだいましたね、多分フィオレンティーナだった、はい、で、ここ伝説のオランダ戦ですよ。もう当時オランダって言ったらもう攻撃力破壊抜群で、うん、その1個前のセルビア戦が6-1で勝ってると、さしものイタリア代表も厳しいんじゃないか、オランダが優勝するんじゃないかって言われた中での、試合でした。で、まあ、ツートップでベルカンプ、クライファート出てました、ね。そうそうそう、デブールとかもいましたし、ダービッツもいたし、本当オランダ代表当時もうゲームやるったらみんな大体オランダ代表使ってますよ。ダービッツ使ってました。そうですね、うん、ゲームだからサイド攻撃特に入るからね。大体オランダ使ってて、はいはい、でまあ戦前の予想通りオランダがイケイケで、うん、でそしたらもう開始30分ぐらいですか、34分、ザンブロッタが、イエローカード2枚もらって退場。ただでさえ人数少ないっつってんのに10人になっちゃうイタリアがもうひたすら守るっていうね。そうですね、この試合に関しては、まあ、この番組でもたまに出てきますけど、その、まあ、我々カルチョ2020的、アッツーリー名勝負ランキング1位のゲームですから、はい、実際林さんはそのワウワウでその過去の試合見られた時にどうでしたか、はい、改めてその今大人になって見て見られて。いや非常にカテナチオがすごかったですね。本当ですよね、はい、なんか今のこのセリエ A のイメージ、イタリアのイメージと全く違って、本当に、まあ、まだ知られてない方はカテナチオのイメージあると思うんですけど、もう本当に守備固いですね。なんかもう人選がもうなんか守備重視というか、カンナバーロとか右サイドバックで出てたりしたし、はいはいはい、まあ、ネスタ・マルディーニセンターバックで、うん、サイドバックにカンナバーロなんて現代だったら絶対使わないだろうみたいな。はい、確かその試合マルディーニが怪我かなんかでユリアーノかなんか出てたんですよね。そうでね、まあ、前線なんかピッポとかトッティとかデルベッキオ、デルピエロ、モンテッラとか、まあ、当時活躍したメンバーがいて、サイドバックにはまあザンブロッタとマルディーニがいて、うん、で、まあ、前もどっかの違うチャンネル番組で話しましたけど、オランダ代表のファンからしたらもう汚ねえよそのファールみたいなのがオンパレードだったんですよ。
だけど、ペナルティエリア内では絶対ファールしないよ。まあ、しちゃったんですけども、1回ね。はいはい、でも、そのファールすら、トルドが止めてしまうっていう。あそこで1点決められてたら、多分もう、そのままずるずるね、いっちゃうって中で、うん、もうこれは PK 戦狙いでしょ、みたいなのが途中から雰囲気出てきてね。うん、で、PK 戦は、確か4人蹴って3人失敗してるんですよね、オランダが。はい、で、PK を制して勝つというドラマチックな展開でしたね。これは本当見たことない人見てほしいですよね、本当に。伝説です。そして決勝戦がフランスですよ。もうだって準決勝見たらこれイタリア優勝するでしょって僕は思ってましたからね。もう完全に俺たちのペースだぜっていう流れでしたよね。うん、決勝はデルベッキオが先制点決めるんですよね。はい、で、後半、当時アーセナルだったかな、うん、ビルトールが同点ゴールを決めて 1-1 のまま延長戦に入ると。で、当時まだルーキーだったトレゼケが左足ボレーを決めて、はい、勝つというような感じでイタリア代表は準決勝に終わってしまったんですよね。いや、ビルトールに取られたのってもう87分とかそんな感じでしたか。いや、もうギリギリですよ。確かに入ったぐらいですね。そうそうそう、角度ないところから逆サイドに決める。はい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 。そんでもう土壇場だったんで、流れがぐるっとフランスに向いちゃったんですよね。でも、もしかしたら PK までいけるんじゃないかみたいな、その準決勝に続いてあったんですけども、トルゼキに決められると。あれ、当時ってあれでした、ゴールデンゴールでしたっけ。あれ多分喜んでたからゴールデンゴールだってしたけど、うん、そうかも。確かその15分15分延長しないで、確か取り次ぎのゴールが決まった瞬間終わったんじゃなかったかな、うん、ちょっともう記憶から飛んじゃってるんですけど、うん、あの時僕も夜中見てて本当にソファーにぶっ倒れましたよねあの時は。いや、本当正直そのまあ何ですか、仕事、この仕事する前なんて特に、まあ、この仕事始めてからかもしれないですけど、イタリアのサッカー、イタリア代表にしか興味なかったんで、その、うん、あのワールドカップもユーロも。だからイタリアが負けた時点で終わ、なんか全て終わり、1年終了みたいな、あ、うん、そういう感覚だったから、まあ、決勝まで行ったのはすご、まあね、あんだけそのオランダ戦とかやった上であの決勝行って、あの負け方だったから、まあ、いっぱい見れたのはいいけど、まあ、死ぬほどへこみますよね、やっぱ。死ぬほどへこみましたね。いやいやいや。そして続く2004年大会、ポルトガル大会ですね。こちらもまあ、大会としてはギリシャが優勝して、うん、オーバンクロアスの大会だったんですけども、当時もすごかったですね。イタリア代表監督がトラパッドーニ監督、2002年で、まあ韓国に敗れて、ベスト16で敗れて、まあ、当時の判断としてはトラパッドーニとかチームが悪かったっていうよりも判定に泣かされたみたいな感じだったんで、トラパッドーニが割と続投して、うん、じゃあ2004年でトラパッドーニイタリア代表の最終形だよっていう中だったんですけども、実際はまあもうすでにそのトラパッドーニがやろうとしたことはもうもしかしたら古かったのかもしれないですし、うん、まあ、一部で言われているトッティ中心のチーム作りっていうのが完全に外れてしまったんじゃないかっていう見方も多かった大会でしたね。で、1戦目、まあここからでしたよね。0対0トッティツバハキ事件ポールセンね、ポールセン、ポールセン、まあ、後にね、ポールセンがミランに来てセリアでもね、それローマとミランでみたいなのありましたけども、の、まあ、その時はすぐ最低出なかったんですけども、退場になり、トッティ中心のトラパッドーニのチームがトッティが3試合出場停止になるっていういや、あれね、あの、まあ、やっぱすごい衝撃的なあれだったから覚えてるけど、やっぱポールセンがすごい若くてイケイケで、うん、もうめちゃくちゃ挑発してるんですよね、ずっと。でもトッティそんなことそこまでやったらそれ切れるよみたいな感じで、もう完全にブチーンっていって、バッと唾吐いて、だからもう終わったと思って当時割と2002年のいわゆるゴールデンエイジみたいなメンバーが残ってて、うん、割とね、最終ラインなんかブッフォンいたり、パヌッチ、カンナバーロ、ネスタ、ザンブロッタ、中盤がザネッティ、ペロッタ、カモラネージ、トッティ、デルピエロ、ビエリと。うわ、強い。ですよね。そうね、だから結局その、まあ、トッティ中心のチームでベストメンバー作って、そのもう本当に
なんて言うんだろう、攻撃的な、もうそう、まあ、デルペロ取って同時に使ったし、最初なんか、あの、それ、そうそうそう、それやったんだけど、その1戦目がそうなっちゃったもんで、もうトラッパットーニがそれもうややテンパって、うん、結局この大会、グループリーグ3試合、全部違うフォーメーションと全部違うあのメンバーなんですよ。だからね、完全にもう、なんか意味わけわかんなくなっちゃって、最後はもうカッサーノのスーパー、もうまだ出てきたばっかりのカッサーノのスーパーに頼らざるを得ないみたいな、そういう歯車が狂っちゃったと。完全に狂った。うん、で、イブラヒモビッチのあの、うん、ほら、カンフー。ああ、はい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 。そうですね、2戦目が1対1で終わるんですけども、そうそうそう、イブラの、まあ、終了間際ですね、あるのでね、はい、カンフーキックで1対1にされて、2試合連続ドロー。うん、で、まあ、まだ負けてないと。で、次のブルガリア戦、ペロッタ・カッサーノのゴールで勝つんですけども、うん、勝ち点5でデンマーク、スウェーデン、イタリアが並ぶんですよね。はい、なんですけども、得失点差の関係でスウェーデン、デンマークが勝ち抜けてしまうと、うん、しかも最終戦、スウェーデンとデンマークが2対2で、そう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 、フレンドリーマッチみたいな試合をやって、そう、そうだよ、そう。で、もう、まあ、両方見ながらでしたけど、両方見ながらっていうか、情報知りながらでしたけども、イタリアは点数取ればいいんだ、取ればいいんだって言うんだけど、なかなか取れなくて、勝ち点5を取って並びながらもグループリーグ敗退っていう。あったなぁ、うん。あの時トッティが挑発ですげえかっこよかったんですよね。ああ、そうですね。あの時かっこよかったんですけど、結果は出なかった。出なかったですね。いや、だから本当に、イメージとしてあるのは本当にもうカッサーノをなんとかしてくれっていうだった大会だったっけ。そうそう、カッサーノがね、もうトッティが退場になって、まあ、カッサーノとかフィオーレとかの出番がね増えるようになって、うんうんうん、カッサーノが非常に得点を決めて注目された大会でしたよね、うん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 、そこら辺ってトッティとなんかデルピエロの不仲みたいなってなかったですか。もう解決してる時期、うん、だから背番号としても落ち着、もう7番デルピエロで落ち着いてたし、うん、はい、そのまあワールドカップの2020ワールドカップの後はその2人の仲は別に感じだったけど、ただちょっとトラパットーニがやっぱりそのトッティートッティすぎて、その辺はちょっとねどうか分かんないですけどね。確かにね、うん、まあでも2人の共存っていうのでセリアファンからするとその、うん、ファンタジスタの共演みたいなのでかなり熱くなった記憶がありました。ただその大会もビエリもデルピエロも全然決められなかったんですよね。そう、まあ、ビエリがちょっともう落ち始めてた時期だったのはあ、まあちょっと痛かったですかね。確かに、うん、そして2008年大会です。オーストリアスイス大会、監督はドナドーニさんでした、うん、初戦、もうこの時ですね、グループ C だったかな、確か入った時に、もう C のグループですよ。そう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 。イタリア、オランダ、ルーマニア、フランス。もうどこが勝ち上がるかも全然想像がつかないって言われたグループリーグだったんですよね。まあ、でもそういう時こそ強いのがイタリアだったりするんですけども、開幕戦、オランダに0-3。これもうダメだと思いましたけどね、僕はこの時。あ、そういえばこれちなみに僕この大会普通に UEFA のチケットサイトから普通にチケット申し込んで、はい、イタリア代表の全試合チケット持ってたんですよ。だけど仕事がやばすぎてそんな行ってる場合じゃなくなって誰かにあげた。なんかそれ聞いたな、昔、うん、ありましたよね。そうそうそう。で、第2戦目ルーマニア1-1、パヌッチのゴールで、ヒトローでした、うん、この時点で0勝1分け1敗もう絶望的ですよね。絶望的。さすがグループ死のグループと思われてましたよね。で、最終戦がフランス、うん、なんとこの時にドナドーニが本当パーフェクトなゲームをするんですよね、はい、うん、ピルロの PK で先制して、デロッシュが直接フリーキックを決めて2-0。もう前半戦なんかフランスにほぼ何もさせなかったような感じで、うん、勝ち上がりを決めると。で、2位通過なんですけども、決勝トーナメント1回戦がスペインだったんですね。うん、名勝負。まあでも最近もうユーロ、イタリア追っかけてると最近はもうスペインとばっかやってるなって印象ありますよね。
そうですね、ある程度行ったところに必ずスペインが待ち構えていたみたいな感じにはなってますよね。でこの大会は決勝トーナメント1回戦がスペインだったと、0対0 PK で2対4で敗れてしまうと、うん、で実際この死のグループを勝ち上がった1位のオランダも決勝トーナメント1回戦で敗れてしまうんですね。まあ、よく国際大会で言われてますけど、死のグループ、まあ、何をもって死のグループというか分かんないですけども、戦前の予想で死のグループって言われたチームは大体その早めに負けてしまうみたいなことが言われてた通りになってしまったという大会でした。実際そのイタリア、まあ、これタラレバですけど、この大会スペイン本当強くて、うん、結局優勝するんですけど、黄金期の始まりぐらいの大会ですよね、はい、いやー、あの時勝っとけばって思いましたけどね。いやそうなんです、あの時もし PK でイタリア勝ったらマジ歴史変わってましたよ本当に。いや、うん、そうですよね、うん、スペインはああなってその後の黄金時代をもしかしたら迎えなかったかもしれないし、うん、まだね、あの無敵艦隊って揶揄されてたかもしれないですよね、うん、そう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 、うん、結局やっぱねっていう感じの、まあなんていうの、まあ、テンションがそっちに傾いた可能性はあったと思うんで、うん、まあ、あのゲーム自体本当にめちゃくちゃ面白い試合でしたけどね、うん、まあ、ただその2006年にイタリア代表がワールドカップ優勝、世界王者として挑んだ大会だったんで、うん、まあ、早めの決勝トーナメント1回戦の敗退っていうのは残念に思うファンもたくさんいたかなって気がしますね。いやー、2008年で最近のような気がするんですけど、うん、もう13年前ですからね。PK はエロッシとディナターレが外してましたね。そうなんですよ。あ、そうか。うん、ディナターレ。両親さん、ちなみにその辺ってもう選手、いや、2008は大学4年ですね。2009からですね。大学4年の頃ってもうプロ、その時ってプロになることは決まってた？あ、決まってましたね。なるほど。はい。それってどういう気持ちでユーロ見てたんですか？いやいや、もう普通にあのワールドカップのように面白い大会だなと思いながら、一般の方と一緒の感じで見てました。はいはいはい、うん、そしても記憶がここら辺からもう鮮明になってくる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、うん、2012年、はい、ウクライナ・ポーランド大会、これはもうよく言う、細井さんが現地でユーロずっと取材されてたんですよね。はい、ずっと言ってましたね。だからいっぱい語れることはありますが、良平さんどんな記憶ですか？いや、僕はあの悪童2トップのイメージが強かったですね。最高ですよね。はい、バロテッリ、カッサーノ。ああ、最高ですよね、マジで。うん、最高。今じゃ考えられないけど。僕も歴代最高の2トップな気がするんだよな。あのキャラクターとしても。はい、悪童ですね。はい、しかも率いていたのがチェーザレ・プランテッリっていう割と真面目なタイプの監督だったっていうのもまあ面白いですよね、うんうん、正直僕はこの大会全然期待してなかったんですけど、うん、大会前、うん、メンバー的にも監督的にも、うん、プランテッリもいい時にはなりましたけど、うん、と思ってたんですけど、そうそうそう、グループリーグがスペイン、クロアチア、アイルランド、まあ2位通過、1位通過、まあ、スペインに全大会敗れてたんでどうなるかなと思った大会だったんですけども、開幕戦1対1、このゴール好きだって方もいらっしゃいますけど、あのディナターレの抜け出しからの斜め45度からですよね、うんうん、このゴールをあの、まあ、なんか記憶ある人いっぱいいますよね、みんなね、いますよね、うん、で、まあ、まあ絶対王者だと思われてるスペインに対して開幕戦ドロー悪くないよみたいな雰囲気があった記憶があります、うん、そうそう、しかもだから、まあ、プランレディさんが面白かったのはこの試合でいきなりもう初めてぐらいのレベルで3バックにいきなり変えて、うん、でジャッキー・レニーとあのマッジョを死ぬほど走らせてもう本当にすごい、まあ、奇策デロッシをアンカースイーパーみたいなところに置いて、うん、あの奇策で勝負したらすごい面白いゲームになって、うん、これがだからその当時の、まあ、めちゃくちゃ強いスペインと全然ダメだろうと思われてたイタリアの対決だったんで、まあ、あの初戦によって1-1でしたっけ、はい、だからすごくテンションが上がったことは間違いないですね、うん、そうでしたね、うん、そして続く第2戦クロアチア戦、こちらまた1-1だったんですね。ピルロが決めてマンジュキッチのゴールで追いつかれたのかな、うん、で開幕2戦でドロー2つ、まあやばそうだねっていうような雰囲気がまたやばそうだねみたいな雰囲気があったのが覚えてますね。そして3戦目もう背水の陣ですよ、
アイルランドに2対0、うん、でこの時ゴール決めたのが2トップがカッサンとバロテンリが1ゴールずつ決めると、マクドー2トップがね決めてグループリーグ突破すると。で決勝トーナメント1回戦がイングランド、まあ、こちらも0対0で、まあ、イタリア代表っていうとどうしても国際大会だと PK のイメージがあります。 PK で勝ってドラマがあったり負けてドラマがあったりっていうイメージなんですけども、うん、この大会はイングランド戦で 0-0 PK4 対2で、勝って勝つというような、ところでしたね。あれこれでしたっけ、ピルロのクッキーアイオってこと で、 そうですよね。ここでピルロがループシュートチップキックで PK 決めんのかよ、でうおーってテンション上がった。僕これスタジアムにいたんですけど、うん、そのモントリーボが外して、おああそう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 、そんで雰囲気がそれガタンと落ちて、うん、でそんでルーニーが決めたのかな。でその後に、モントリーボがもうめちゃくちゃへこんで、もうなんかもうずっと下向いちゃってたんですよ、うん、セントサークルの中で、うん、そしたらバルザーリか誰かがモントリーボの体をバンバン叩いて、でブッフォンの方指さして絶対止めてくれるからみたいな、あれ絶対あいつ止めてくれるからみたいなことやってでそれを励ましてるシーンもあって、そしたら本当にブッフォンが止めて、あだからそれそっか、その後にピルロがクッキーアイオで流れ変えてブッフォンが止めてかな、忘れましたけど、そのもうめちゃくちゃその雰囲気、まあ、あのスタジアムの雰囲気もあの時ってあのキエフのオリンピックスタジアムだったんですけど、ものすごい人入ってる中で雰囲気がガラーってピルロのクッキーアイオで変わって、もう鳥肌立ちましたけどね、本当に現場で、うん、いや PK 戦って本当に流れをどっちが掴むかで変わる中で、イングランドに流れたところをそういうところでクッキーアイオ見せることによってもう一回すぐに戻したってところが印象的でしたよね、うんうんうん、あ鳥肌立っちゃって今思い出したら、うんいやすごかったです、あの時本当に。そして続く準決勝、これも伝説ですよね、結果的にイタリア代表が2対1で勝つんですけども、バロテンリ2ゴールそして上半身をユニフォーム脱いで青いテーピングをが目立つ中の、あのなんていうんですか、マッチョポーズでいいですかね、はい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 、を見せたのがこの大会でしたね。まだはい、どうぞ。いやいや、あれ真似しましたもんね。しますよねあれは、うん、みんなやりましたよね。上半身は脱がないまでもゴール決めた後にマッチポーズみんなしてましたよね。バロテンリみたいなやってましたよ、ね、いやあれは本当にバロテンリもう打っちゃうのみたいな距離から打って決めた時、うん、立ち上がって本当に家で喜んだ記憶がありますね、あの時は、うん、あれモントリーボのパスですよね。ああそうか、あれすげえ、モントリーボあの時あの頃すごかったもんな、うん、うん、確かにね、うん、フィオレンティーナがミラン行ってね、うん、ありましたね。そして決勝1回戦目で対戦したスペインとのリベンジマッチですよ。1対1、初戦は1対1だった中での決勝の顔合わせ、思い出したかもないこれもね、だからその初戦のグループリーグの初戦のいいゲームがあったんで、うん、そのあの奇策をもう一回やるのかとか、うん、それよりも、まあ、ドイツとかに勝って自信をつけてきたそのオーソドックスなイタリアの形、まあ、一番いい状態でやるのかの議論が結構あって、まあ、プランデリさんはその奇策ではなくあの自分たちの普通の形、4-3-1-2 の形でやったんですけど、まあスペインが強すぎて全く歯が立たなかった。あれこそチンチンでしたね、チンチン。いやもうあのユーロ史上もう本当最低な決勝だったんじゃないかっていうぐらい、まあ、結果 0-4 でしたけど、もう本当僕なんでサッカーって90分もあるんだって思ったいや本当ですよね。で怪我しちゃって結局そのあの交代枠も使い切ってたからね人数減っちゃって、でもうどうしようもなくなったけど、でもねスペインだからあの時ジョルディ・アルバが本当マジやばくて、もうなんつうんだろう、もうキックオフの最初からもう常にもうめちゃくちゃ走るしめちゃくちゃいいとこいるし、ずっともうついていけないですよね全然。あの時でもフェルナンド・トーレスもすごい調子良かったですね。あですね、うん、はい。スペイン本当強くて、うん、最後本当情けでもう攻めなかったぐらいでしたので、うん、イタリア代表の、うんうんうん、
ね、で0対4で敗れて、まあ、あの時はもう本当つらかったな、うん、ドイツ戦があっただけにスペイン戦の敗戦のリバウンドが大きかったな、うん、そうですね、そのゲームも、もちろんいたんですけど、スタジアムに、試合後に、まあ、プランデッリさんがこうバロテッリのとこに行って、まあ、バロテッリがなんかいじけてたんですよ、端っこの方 でそれをとぼとぼプランデッリさんが歩いて行って肩をちょんちょんって叩いてみたいなシーンがなんか、あ、これからイタリア代表バロテッリ中心にいい感じになってくんだろうなと思ったら、はい、あいつ裏切りやがったいやーなんか思い出すな。そして、一番最新の大会ですね、ユーロ2016フランス大会でした。こちらは当時イタリア代表がアントニオ・コンテ監督でしたね、うん、当時、まあ、ずっと僕もワウワウで見てましたけども、日本ではハリル・ホジッチさんが特別解説とかで入っていたような大会でしたね。で当時最終ラインはブッフォン、ボヌッチ、バルザーリ、キエンリーニと、まあ、ユーベのブロックが効いていて、うん、もう鉄壁だと言われていた最終ラインでした。まあ、この大会もね、突っ込みどころもある大会大会でしたけども、開幕戦、まあ、ベルギー、まあ、この大会はっきり言って本当にイタリア代表期待されてなかったですよね、うん、史上まれに見る、まあ、失礼ながら地味なメンバー。確かにそうでしたね。最終ラインは今言ったようなメンバーですけども、うん、まあ、サイドがフロレンツィ、パローロ、デロッシ、ジャッキリニ、デシーリオ、うん、まあ、セリアファンならまあ知ってるメンバーですけども、他のリーグとか見てるとか他の代表ファンにとっては結構地味、うん、前線なんかペンレとエデルがまあいたりとか、うん、ザザとか、あと出たてのインシーニエとか、うん、でしたね。エルシャーラビー、ベルナルデスキーも、まあ、23人に入っていたと。開幕戦はジャッキリーにペンレのゴールで勝利、ベルギーに勝利。続くスウェーデン戦、エデルのゴールで 1-0 で勝利。で、この2連勝ですでに勝突破を決めていたので、3戦目はかなり温存して、しかも1回戦目がスペインとの対戦が決まってたんですね、すでに、うんうん。なので、アイルランド戦はもうメンバーをかなり落として、0-1 で負けたと。でこのグループリーグの2連勝で僕もねガラッと変わったんですね、感情。あれ、うん、この地味なメンバー結構その派手さはないけどチームワークすごく良くねみたいな感じな印象を受けて、うん、まあ、エデルとペンレってね渋すぎますその後中国に行くんですけど2人とも渋すぎるよ。いやこのまあね、ね、いたチームとかはね、エデルなんかもインテルとかに行ったりとかしたんで、うん、あれですけども、結構地味なメンバーだったんですけども。でも、マンチーニ結構ペンレーのこと評価してましたよね。この時、すごいなんか使ってたイメージ。コンテですよね。コンテか。そうそうそう。で、まあもう3大会連続ですよ、スペインとの戦は、うん。3大会連続4回目。スペインとの1回戦、なんと、キエンディーネとペンレのゴールで勝つんですよね。わかんないもんですよ。両方とも綺麗とは言えなかったですけども、相手の弾いたボールを押し込んだりとかいうような、まあ、泥臭いゴールだったんですけども、当時デヘアがスーパーセーブ連発だったんですよね。だけどやっぱスペイン代表もちょっと世代が変わりつつあるような節目に来ていて、まあ、そのタイミングでイタリア代表とぶつかって、この試合ではイタリア代表が勝ったというような感じですね。そして準決勝ですよ。これはもう語り草ですよね、うん、ドイツとの勝負で1-1、結果 PK5-6 で負けるんですけども、両チームとも9人が、うん、蹴ったというような大会で、当時もベテランだったパヌッチが試合中の PK を蹴ったんですよね、確かね、うんうん、でそれで決めてて、あれじゃないですか、いやボヌッチじゃないですか、あ、そう、ごめんなさい、パヌッチじゃない、ボヌッチです、ボヌッチ、はい、でボヌッチが蹴るんだっていうような、そうそう思いましたねでしっかり決めてね、もうめっちゃ喜んでたっていう印象があります、うん、こうやってました、そう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 、俺が決めたぜっつってねで 1-1 で PK 戦行って9人まで蹴るんですけども、まあこの時はね
PK 職人が少なかったですよね、はい、ピルロのように変えてくれるような、うん、まあザザとかペンレとかがなんかいつもといつもとなんか歩幅違うんじゃないみたいな。ザザのはなんか真似しましたよ、みんなでザザとか言いながらあの蹴り方はあれは辛かったな。辛いですよね、もう匂いプンプンしてましたもんね、競争でもう絶対外すだろうみたいな。これ絶対だってやつ。そうそう、でもまああの時そのイタリア代表の PK も良くなかったんですけど、それにお付き合いするよりドイツ代表の PK も全然良くなくてね。はいはいはい。で実際9人目まで行って、まあ、ダルミアンが最後失敗して負けてしまうんですけども、うん、なんか林さん的に現役中に緊張した PK とかって何かありました？それとも PK あんまり経験とかなかったですか？いや俺は林さん PK ですよね。いや俺半端ない、俺多分一番緊張した PK ありますよ、はい、クラブワールドカップのあの準決勝準々決勝か、ベスト4をかけた PK を蹴ったんで、はい、5人目で見てましたよ、はい、あ相手モンテレーで、はい、ド緊張ですか？ド緊張ですよ、もう5人目ですよ、で決めたら勝ちで、はい、準決勝あのサントス、ネイマールのいるサントスと戦えるっつって、うん、5人目ちょうど回ってきて決めたら勝ちで、ド緊張しながら思いっきし蹴り込みました。どういうこと考えるんですか？いやもうね、あの時はもうなんだろう、もう心臓もバクバクしてたし、でもなんか決めれるっていう自信もあったんで、へー、なんか不思議とゾーンには入ってましたけど、いやでもあれ以上緊張した PK はないかな。え、でも得意じゃないですか？いやいや、はい、PK 得意、ねですけど、実際そのザザとかを見たときに、はい、なんかザザの気持ちとかちょっと分かったりしました？いや、なんか普段とちょっと違うことをやっちゃう心境みたいな、なんかいやいやいや、なんないです、なんない、普段と違うこと絶対しようと思わないですもん、あそこで。いや、そうそう、あんだけチームとしてまとまっていた大会で、はい、もっと上に行けんじゃないかと思っただけに、あの PK 戦での敗退は結構ずっこけた印象がある。ずっこけた、うん、本当にずっこけたって感じですよ、ね、うん、嘘ってなった、本当に。ありましたよね。そしてまあ決勝はポルトガル対フランスで、ね、ポルトガルが 1-0 で勝つと、ロナウドがね退場しちゃってベンチでロナウド監督をやってたっていうような大会でしたね。この大会ってそのまあ、前評判はかなり低かったイタリア代表をあれだけ戦わせた、まあ、チームとして成り立たせたコンテ の、うん、あの手腕がやっぱかなり再評価された大会だったし、まあ、その後もうチェルシーに行くこと決まってたけど、 あれでなんか多分その後の仕事って空気感としてはやりやすくなったんじゃないかなって気がすごくしますけど、うん、いや分かります、僕、うん、当時全然コンテ評価しなかったですけど、このイタリア代表を作り上げたの見て、うん、もうコンテすごい監督だなって、うんうん、手のひら返しましたから、そう、うん、そう、むしろあの全体の評価としてはあんまり高くなかったはずなんで、うん、そうそう、だからあれ変わりましたよ、ね、でなんかメンバー見るとその2トップでやってるにもかかわらず、まあ、エデル・ペレが、まあ、レギュラーでしたけど、はい、そのさっきも出てきたようにインシーニ、エルシャラウィ、ザザ、インモービレ、ベルナルデスキってもうどんだけ前の選手に不安だったんだよってぐらいメンバーこれフォワード入れてるのはすごい面白くて、うん、だからやっぱその時のコンテの心境とか、まあ、イタリアのその状況っていうのはよくわかるメンバー構成ですけどね、これ改めて、まあ、あれじゃないですか、後ろも固まっていましたもんね、イタリアは、はい、そう、前だけどうしても定まらなくて多分、うんもう調子いいやつみんな呼んだみたいな感じでしたけどね。確かにね、ああそうか、いやもう5年前か、前回大会なのに、ね、最近そういう感じしないですよね、うん、結構前のような感じもするし、最近のような気もなんかするような不思議な感覚ですね。いや皆さんもきっとね、好きな大会、好きな試合、このあの試合のこのシーンが好きでしたみたいなのきっとありますよね、イタリア代表とか見てるとね。他のチーム持ってる方もたくさんいらっしゃると思いますけど。でということで今回は振り返り、全大会の、過去の大会振り返りだったんですけども、次週はいよいよ放送日の翌日が開幕の2020年、2021年版のイタリア代表を展望していこうじゃないかというふうに思っております。引き続きね、林亮平さん出ていただきますので、たくさん、コメントいただければなというふうに思っております。またじゃあ次の動画でお会いしましょう。さよなら。